まずは基本のストレッチから説明していきます。足を閉じた状態で手を下から上にぐーっと伸ばします。上まで来たらこの状態で手のひらは上にずっとプッシュ、背筋をしっかり伸ばしてください。肩が痛い方は真上までいかなくてもちょっと前ぐらいでも大丈夫です。背筋をしっかり伸ばす、はい、リラックス、これを3回やります。一番最後3回目伸ばし終わった後につま先の運動、はい、これを何回か入れます。これが終わったら足を開いて腰を回していきましょう。腰は横、後ろ、反対の横、前、これをしっかり回しながら意識して、横、後ろ、反対、前、そしたら反対、横、後ろ、横、前。座ってやる方はアシスタントを見てください。今日は首、肩を中心にストレッチしていきましょう。まずは首、右手で、はい、頭を押さえてぐーっと倒します。右にしっかり倒してここを伸ばしていきます、はい、今度は反対に左手でぐーっと倒していきます。この時にはここをしっかり伸ばします。この後に手は後頭部、そして下にプッシュ、首の後ろをじんわりと伸ばしてください。最後ちょっとこう手をクロスして、この鎖骨の下あたりに手を置いてぐーっと後ろに、はい、これが終わったら首をゆっくり右から回して反対、はい、首が終わったら肩を上げて下ろす、上げて下ろす、はい、これを何回かやって、右から左から、はい、これも何回かやったら肩を回していきます。まずは前から後ろに、そして後ろから前、ゆっくりでいいです。その次、腕を横、反対の手で肘あたりを押さえてください。でぐーっと肩のストレッチ、その後に肘を曲げて左手で肘を持って頭の後ろ、そしてゆっくり倒します。はい、これ反対も同じこと、まず腕を横にして肘で押さえます。この時にこの辺りをストレッチ、肘を立てて右手で肘を持って頭の後ろ、そしてゆっくり倒します。はい、首肩のストレッチは以上です。最後のストレッチを説明していきます。ロールダウン、ロールアップといって、頭のてっぺんを床に向けて下げていって、行くところまで行ってキープしてストレッチします。横から見るとこんな感じです。頭のてっぺん、顎を引いて頭のてっぺんが下を向いて、背中は丸まっていいです。そのまま下に下がっていって、下に行った時は足の裏側を意識してストレッチしてください。そこまで行ったらゆっくりロールアップ、腰骨から一つずつ上に伸びていくイメージ、最後に頭が上がってきます、はい、頭が上がってきたら腰に手をついて後ろに軽く反ります。これを2セット、座ってやる方はアシスタントを見てください。それでは頭から通してやっていきましょう。
まずは腕を脱力して1、2、3、4、ブランブラン、6、7、8、2、2、3、脱力してください。6、7、8。足を閉じて背伸びの運動をしたから1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7。もう一回1、2、3、4、5、6、7。背筋をしっかり伸ばして2、3、4、5、6、7。3回目1、2、3、4、5、6、7。つま先1、2、3、4、5、6、7。もう一回2、2、3、4、5、6、7、8。手を下ろして足を開きます。腰を回していきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、ゆっくり6、7、反対2、2、3、4、5、6、もう一回1、2、3、4、5、6、7、反対2、2、3、4、5、6、7、8。首を倒していきます。1、2、3、4、5、6、7。じんわりと2、2、3、4、5、6、7。反対1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。手を頭の後ろ、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7。手をクロスして後ろに1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくり首を回します。1、2、3、4、5、6、7。反対。1、2、3、4、5、6、7。肩の上下、1、2、3、4、5、6、右だけ、1、2、左、5、6、もう一回両肩、1、2、3、4、5、6、右だけ、1、2、3、左、5、6、ゆっくり肩を回します、1、2、3、4、5、6、7、後ろから、1、2、3、4、5、6、7、8。肩のストレッチ、1、2、3、4、5、6、7。肘を立てて、1、2、3、4、5、6、7。肘を持って頭の後ろ、1、2、倒します。4、5、6、7、8。反対。1、2、3、4、5、6、7。肘を立てます。1、2、3、4、5、6、7。はい、肘を持って頭の後ろ。1、2、3、4、5、6、7、8。最後にロールダウン、ロールアップ。1、2、3、4、5、6、7。下でそのまま。1、2、3、4、5、6、7。ゆっくり上がっていきます。1、2、3、4、5、6、7。腰に手を当てて、ゆっくり後ろ。3、4、5、6、7、8。もう一回。1、2、3、4、5、6、7。下でそのまま。1、2、3、4、5、6、7。ゆっくり上がっていきます。1、2、3、4、5、6、7。腰に手を当てて。1、2、3、4、5、6、7、8。
以上です。皆さんどうでしょうか。体はほぐれましたか。これで今日のストレッチは終わりです。お疲れ様でした。